両手マックの打ち方について説明したいと思います。グリップはボレーを構える持ち方と一緒で、そのままラケットを縦にしてもらって真上から取る感じですね。包丁持ちを、右手で持って、左手はそのまま真横に添える形で、持ちます。レディーポジションは左手で、ここを掴んでる形で、右手はちょっとコンチネンタルで、添えてる感じで持って、左手でラケットを支えてるように持ってみてください。足の幅とかは、だいたい肩幅よりもほんのちょっと広めに取ってもらえると、重心が、しっかり支えられて、立ちやすくなります。